ついに届きました。今日7月15日午後2時です。1週間前に注文した MacBook Air がやっとね届きました。今回もですね、悩みに悩んだ末に一番安いモデルを買ってみました。8GB 8コア 256GB の 164,800円のモデルです。で、色はスペースグレーにしてみました。まあ、あの新しいミッドナイトもねいいなと思ったんですけど、なんか指紋がベタベタつくっていうレビューがあったのと、あと納期がやっぱり人気があって長くなってしまうので、まあ、今までと同じスペースグレーにしてみました。いやーまあね、スペック的にこういろいろネットでも SSD が今度のモデルは遅いから、まあ、スワップが発生するような使い方をすると M1 の Mac、 M1 MacBook Air より遅くなるんじゃないかっていう話とかも出てますけど、まあね、それはどんどんマシマシしていけばいいんですけど、メモリーの増設だけでも例えば 8GB を 16GB にするには 28,000円とか、ストレージも256を512に増やすにはプラス 28,000円いります。合わせて 56,000円、もうそれだけで 22,800円になります。でまあ SSD も512なんて正直だとしてもむちゃくちゃ小さくて動画編集なんかにも話にならないんですけど、じゃあ 1TB にするといくらかっていうと、またさらに 28,000円で 248,800円になります。1TB だとしても正直動画編集してたらすぐいっぱいになっちゃうんで、まあ結局外付けのディスクを使うことになるんですよね。でまあ今時外付けの SSD なんかだと、もう 1TB で安いものであれば1万数千円とかで買えますよね。内蔵式のものであればもっと1万円以内で売ってたりしますから、まあ、いかにこのオプションで増すのが高いかってとこなんですけど、まあどんどん足して高くなっていくぐらいだったら、もういっそのことプロの14インチとか Mac Studio とか買った方が、まあポートもたくさんついてますし、ファンがついてね、ちゃんと冷却しますし、まあ、本気で使う、まあ、重たい作業をいっぱいやるんであれば、まあそっちを買った方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まああのこの小型軽量のエアのボディにハイスペックが積まれているのがいいんだ、まあそこに価値を生み出す方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、やっぱりこのエアっていうのは基本的には Mac の中ではベーシックなモデルで、まあ、比較的安いモデルの方が売れ筋だと思うんですよね。まあね、あの儲かってる YouTuber の方であれば5万10万そんなね気にしないでさっさとマシマシにしちゃえよみたいなこと言ってますけど、まあ、庶民感覚としてはね、その辺の2万8000、5万6000結構大きいんじゃないかなと思うんですよね。でまあ悩みに悩んだ末に私はこの一番安いモデルをね買ってみました。この一番安いモデルがどのぐらい使えるのか、まあ、M1 の MacBook Air の、あ、ちなみにですね、 M1 MacBook Air の一番安いモデルの詳しいレビューも以前動画で出してますので、まあ、関心のある方はぜひそちらの方もねご覧ください。でまあその一番安い M1 MacBook Air と比較してどのぐらい良くなっているのか、果たしてこの今値段差が3万ですけど、この3万払う価値があるのかどうか、 M1 からバージョンアップするべきなのか、まあ、その辺を皆さん私の動画を見て判断していただければと思います。ということで、じゃあ次外観を見てみたいと思います。まあ、外観に関してはあの今までのウェッジシェイプっていう先端が尖っているタイプではなくて、ごくごく普通の薄いノートブックになりました。まあ一番分厚い部分は若干薄くなってるみたいですけど、まあ本当ね薄い板っていう感じですね。重さは 50g 軽くなっています。でポートの数なんですけど、これがね結構大きいんですよね。電源用にこのマグセーフが復活しています。あの今までであれば電源を一つ取ってしまうともう残り一つしかなかったんですけど、マグセーフで電源供給できるので、実際使えるこの USB-C 形状のこのサンダーボルト端子が2つあります。なのでまあ拡張性としては倍になったって感じでしょうか。で外付けディスプレイは同じように1台だけ接続することができます。で画面は 0.3 インチだけ大きくなっています。まあほとんど誤差の範囲でしょうかね。若干こうベゼルが細くなって今風のデザインになったといえばなったかな。で真ん中にですねこのノッチがつきました。今まではこの上の黒い部分に埋め込まれていたんですけど、まあ、iPhone みたいな感じで上にノッチが、まあ、この黒い部分ができました。でここに入っているウェブカメラも若干解像度が上がってフル HD に対応しました。まあ、ウェブ会議とかする方が増えてるんでね、非常にいいアップデートかなと思います。で画面の明るさは400ニトから500ニトに向上しています。バッテリー容量は若干増えてるんですけど、まあ処理能力が上がって消費電力が増えてるので駆動時間は同じようです。18時間動画再生っていうことなので、まあ異様に持ちます。
であとはスピーカーもね、今まではここに見えてたんですけど、もう見えなくなって、どうもこのヒンジのあたりから音を照射して画面に反射させてそれを聞かせているらしいんですけど、でスピーカー自体もちょっといいものになったみたいなんですけど、じゃあこれクラムシェルモードで閉じて使ったら音がどうなるのかとか結構私も気になりますので、後ほどちょっと聞き比べもねしてみたいと思っています。あとはまあヘッドホン端子が若干高性能になったとかカタログにはね書いてありますね。じゃあ今からセットアップをして、まあ、簡単な比較テストをねしてみたいと思います。重たい作業させるとどのぐらい差が出るのかっていうのはまた後ほど別の動画でね出したいと思います。今日はちょっと簡単な比較テストだけやってみたいと思います。さあお待たせしました。やっとですね M2 MacBook Air もセットアップが完了しました。今からちょっと簡単にテストしてみたいと思います。まあ、起動の時間の差があるのかとか、あとちょっと重めの Final Cut Pro 立ち上げに時間差があるのか、そしてあとディスクスピードをちょっと使ってディスクスピード本当に SSD が遅いのかねテストしてみたいと思います。まあ、そのぐらいでしょうかね。もうちょっと重たいファイルを使って重たい作業をさせるテストなんかは次回やってみたいと思います。じゃあまず起動のテストをしてみようと思います。じゃあ M1 からまず行ってみたいと思います。よーいと、パスワード入力がね厄介なんですよね。すぐね受け付けないんですよ。1秒ぐらいねラグがあるんですよね。よし、25秒ですかね。で今度 M2 で行ってみましょう。よーいドン。23秒ぐらいでしたね。早い。やっぱ早いですね。2、3秒。じゃあ M1 から行ってみましょう。早い。早いですね。まあ2100、200って感じでしょうか。はい。このぐらいです。じゃあ今度は M2 を行ってみたいと思います。どうでしょうか。おっと、遅い確かに遅いですねこれね。 M1 と比べると遅いですね。まあこのぐらいですね。半分、ライト書き込みの方はまあ2割ぐらい、2割 1.5 割って感じでしょうかね。300メガぐらい遅いんですけど、読み込み遅いですね。半分ぐらいですね。あ、そうですか。なかなかですね。やっぱ噂は本当でした次にファイナルカットの立ち上げをテストしてみたいと思いますけど、じゃあいきます。まず M1 です。ときた、10秒ぐらいってところでしょうかね。まあこれが出るまでって感じ で今度 M2 で行ってみましょう。いきます、よーいドン。なんか早い早い、お早いですね。5秒ぐらいでしたね。同じライブラリーを読み込んでるんですけど早い。あ、そうですか。結構早いですね。で最後に Pages という Apple のまあなんていうの、ワードみたいな、まあワードみたいなソフトなんですけど、まあそんなに重くないと思うんですけど、どうでしょうか。よーいドン。あ、早い。3秒ぐらいでしたね。そんなに差が出ないかな、こんなのだと。いきます。よーいドン。まあ差はないですね。まあちょっと早いような気もしますけど。はい。という感じで、
全然非科学的なテストで申し訳ありませんが、ちょっと簡単な比較をしてみました。さあ、ちょっと長くなってしまったので今日はこのぐらいにしたいと思います。まあ、今日届いたばっかりでまだセットアップしたばっかりなので、もう少し使い込んで差が出るのかどうか、次回さっきも言いましたけどファイナルカットプロで 4K とか 5K のファイルをまあ編集したり書き出ししたりする、まあ、そういう作業で差があるのかどうなのかっていうのをちょっと試してみようと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。